地大島北岸から望む大島、三大島大島は、愛媛県八幡浜市の沖合に位置する群島の総称、もしくはその主島の名称。八幡浜市における唯一の有人島である。国内及び県内の他の大島と区別するため、八幡浜大島とも称される。面積は1.82平方キロメートル、人口は2015年現在、244人。 北西から順に、阿波の小島、大島、三大島、地大島、海付小島という大小五つの島々から構成され、このうち有人島は、主島の大島のみである。大島、三大島、地大島は、河橋により接続され、海付小島は、地大島と環潮時に、陸続きとなる。島内は、傾斜地が卓越し、大島にある山郎山を最高峰とする。 全域が、里三崎半島上海県立自然公園に含まれる。文後水道の中でも、里三崎半島の付け根近く、四国本土から最短で1 8トルの近海に位置し、八幡浜港からは、南西約1 2トル定期船にして、片道22分の距離にある。行政地区としては、群島全体で、八幡浜市大島を形成する。 水産業が、主産業で、ハモ、タチウオ、ヒジキや、ウニサザエアワビなどが取られているほか、アワビ種苗や、スジアオノリの陸上養殖も行われている。狭い平地を利用して、みかんじゃがいも玉ねぎなどの園芸作も営まれている。大島から三大島、地大島にかけては、熱帯植物の浜ウやアコウが、自生し、愛媛県下における、自生地の北限として知られている。 また三大島には、ウバメガシの群落があり、中でも山頂と東南斜面山腹にある日本は、樹齢500年を超えると推定され、喧嘩最大のウバメガシの巨木である。これらの巨木は1983年に、市の天然記念物に指定された。大島の北側の大部分は、南側結晶変岩に覆われ、地大島の北端で、白亜紀の新穴層に接する。 大島南部から千代島にかけての山頭の西岸には断層ができる際の摩擦熱によって生じる溶岩、中度滝ライトが発達した変成岩類の断層帯が 1.8km にわたって連なる。この断層帯は5000から6000万年前の中央構造線の活動に伴って南側結晶片岩の上に変魔岩を主体とする大島変成岩類層が のし上がったものである。修道滝ライトが地表面で確認できる箇所は全国でも数例しかなく、中でもこの島のものは国内最大規模として2004年に国の天然記念物の指定を受けている。地方島の東端には対岸の八幡浜市五端田と西予市三亀長周期から渡り住んだという竜人の伝説が残る大入池がある。 この池はかつて国指定の特別天然記念物、日本川ウソの生息地としても知られ、特別保護地区に指定されている。10世紀には、藤原住友が天行の乱において、要塞として地方島を利用したとの伝承もあるが、江戸時代に至るまで長らく無人島であった。定住以前から、島は対岸の穴井村の信仰を集めており、 三王党の三王神社には1662年以前の混流の記録がある。江戸時代の半世紀当初は、宇和島藩の領地で、1657年に一旦吉田藩に分置された後再び、宇和島藩に帰属した。1669年に、対岸の穴、井浦の庄屋であった、井上五女らが、宇和島藩の許可を得て来島したのが開拓の、始めとされ、 これを端所に近世には、岩資料などで栄えた。1765年には35件の矢数が報告されている。また1736年には、マージロからの感情により、大島に若宮神社が建立された。1889年、対岸の新網漁浦、穴浦と共に合併して、新穴村となったが、1937年には、 新穴村から分離して、八幡浜市に帰属することとなった。戦後間もなくの昭和20年代には、人口が1200人に上ったものの、その後は人口減少が続き、2009年には、小中学校が閉校となった。廃校舎には、現在、陸上養殖などの水産施設として、大島産業振興センターが営まれている。2018年8月、 船着き場の隣に交流館、大島テラスが開館した。この施設は、船の待合所としての機能のほか、カフェや島の物産、情報コーナー、ステージなどを備え、島民や当該客の休憩、交流スペースとして活用されている。八幡浜港から田中輸送有限会社の定期便が1日3便、運行する。運賃は、大人片道700円。 道内には四輪自動車の交通はなく、二輪車での移動が中心である。ありがとうございます。